田政権が掲げる異次元の少子化対策をめぐり、財源として国民一人当たり月額平均500円弱を負担する子ども・子育て支援金の創設などを柱とする法案が自民党の会議で審議され、了承されたものの、国民への丁寧な説明を求める声が上がった。 自民党の内閣第一部会と、子ども若者、輝く未来創造本部は8日、合同会議を開き、今国会に提出が予定されている子ども・子育て支援法等の改正案について議論した。法案をめぐっては、岸田首相が6日、子ども・子育て支援金、として公的医療保険料に上乗せする額が、国民1人当たり月額平均500円弱になるとの試算を明らかにした。 野党から子育て増税だとの批判が上がっているが、岸田首相は歳出改革と賃上げにより実質的な追加負担は生じない、子育て増税には当たらないと強調している会議に出席した自民党議員からは、平均500円弱の上乗せの一方で、社会保障の見直しと賃上げによる保険料の増収によってその分が総裁される実質的な追加負担ゼロだ。 だが、総裁されるという点が、まだまだ世間には伝わっておらず、負担増という理解になっているなどとして、政府による国民への丁寧な説明を求める声が噴出した。また、低所得者や後期高齢者の負担が増えないような現在の仕組みが当然、新制度にも適用されるが、まだまだ世間に理解されていないといった苦言も呈され、政府のさらなる対応を求めることが相次いだ。 また会議では政府から支援金の拠出総額について制度の始まる2026年度が6000億円27年度が8000億円28年度が1兆円という数字が示された以下はネットユーザーの反応をまとめたものです物価高対策で賃上げを進めているのに上がった分から支援金を負担するのであれば 物価高対策の意味がなくなくってしまうのではないかしかも支援金制度は特定の世帯を優遇する極めて不公平な制度だ低所得者や後期高齢者には子育て支援金の負担を求めないのであれば負担するだけで何の恩恵も受けられない独身のビジネスパーソンや既に子育てを終えた世帯の不公平感が強まることになるだろう 不公平感が強まれば、日本経済を支える中間層の勤労意欲にマイナスの影響が及んで、日本の労働生産性が悪化する可能性が高いは、特定の世帯、増税メガネと揶揄されていたことを再び思い出させるような提案である。実質的な増税に対して、歳出改革と賃上げで実質的な追加負担はないという。 果たして本当だろうかそそもそも相手のあある、賃上げ、である。岸田首相が考えるように賃上げが起こらなければ実質的な追加負担は生じるのではないだろうかそうそう全てが都合がよく回るとは考えられないまた賃上げが起こっても物価高があるのでやはり実質的な追加負担は生じる可能性はないのだろうか。しっかりと 岸田首相は丁寧に説明する必要がある700人以上はいる国会議員が2000万円以上ある議員報酬をせめて1000万円ずつ返納したらなかなかの財源になると思うのですが選挙の時ばかりいいこと言ってるけどご自身たちの政策で少子化に歯止めがかかってないその上でさらに政策を打ち出そうとするなら。 まずご自身たちがもっと身を切った上であれば国民への負担の理解が得られると思うそこまでしても議員をやりたいかは別でしょうけど異次元の少子化対策で国民1人当たり500円の負担が果たして敵を得ているのかと疑問です現実に若者は結婚しない比率が上昇また子供は産まない育てない比率も上昇 そして仕事も無難にこななせたら出世は望まない。本音は物価も上がり給料は上がらず経済的に苦しい結婚して生活する予算も考えられないとニュースで聞きました異次元の少子化対策よりも中小零細企業の大きな賃上げとパート賃金の引き上げそして年金時給額の増加が大事かと思いますがいかがでしょうか 増税は年6000円になるが7年ほどで政府が元を取れる仕組みになっているのかな賃上げでプラマイゼロと言いたいのはわかるがそれを言うならみんなが賃上げを実感した時に増税すべきだと思うどうしても必要ならまず余分に徴収してたところから算出すればよかったと思う 賃上げをするから実質の負担は少ないとかふざけたことを言ってるな賃上げを実施するのは自分のポケットマネーから出すような言い草結局経営者頼りなんだから国民の負担には変わりないそもそも賃上げできるのなんて一部の企業だけだし上がったところで社会保険料も上がるから実際の手取りは減る可能性も出てくる。 結婚ししてて子供を産む夫婦の比率は微増しているそうです結婚する人が減ったために少子化しているのではないかと誰かが言ってたな確かに30年前に月に2万円貯金すれば5年で120万円大卒なら27歳ぐらいだな2人で240万円引き上げて新婚旅行に狭い新居で暮らすぐらいはできたな 子供ができるまで、狭い新居でやりくりすれば月10万ぐらい貯金ができて3年で生まれれば出産時に300万円以上貯蓄があって、悠々とはいかなくてもそれほど金に困ることなく子育てができたはず。この貯蓄できた分がすべて税金になってんだよね。そりゃ結婚も子供も埋産めるわけないよ。とにかくまずは税金を下げてくれ。要は、 加入者平均500円の負担で高齢者や低所得世帯の負担はないのであれば現役世代共働き世帯若い人などに負担が集中するということですねそれって子育て世代の増税によって子育て支援をするということ奪って施す何の解決にもなりませんね歳出改革と賃上げにより実質的な追加負担は生じない 子育てて増税には当たらないいと強調している賃上げがされなかったら子育て増税です2023年は中小企業の4割が賃金据え置き2024年も同じ傾向だと中小企業の4割で働く人は増税賃上げなかったら政府が負担してくれますか違うなら実質増税です 低所得者や後期高齢者の負担が増えないような現在の仕組みが当然新制度にも適用されるが、まだまだ世間に理解されていない。この仕組みがおかしい。コロナ禍以降、住民税非課税世帯にはずっとばらまき。苦しいのは非課税世帯だけではない。公平にするなら一律で消費税をなくした方がいい。金持ち優遇というが、 金持ちが消費しないとお金が回らず景気が良くならない賃上げするにはまずは景気を良くするそのためには政治でお金が回る政策を作る増税やばらまきでは根本解決にはならない国民に500円の負担にするなら政治資金をどうにかしてほしい 食事代やお土産代などお金をかけない方法はあると思うので国民に負担をするなら政治家もお金を使わない方法を考えてほしいですあと子供を産むようにするなら保育園や保育所や幼稚園などを増やさないとだめだと思いますそうしないと預ける場所もないし安心して子供を預けなくなると思います子供にかかるお金をどうするかも考えてほしいです